はいどうも、タクジです。今日はですね、まあ今まで一度もやってなかったキャンプギア紹介を、やっていこうかなと思います。僕はソロキャンプを始めて約1年ちょっとですかね、まあ初めの方に紹介してたギアと比べていろいろ持ってるギアも変わってきて、まあ、ちょっとまとまってきたんでそろそろ紹介もしたいかなと思って、動画を回してます。今は時期的に11月の後半ですかね、そろそろ冬に差し掛かる秋の紅葉のいい時期なんですけども、まあそろそろ冬キャンプなんで冬仕様の、僕のギアを紹介していきたいと思っております。まあ、なんか参考になることも、あればぜひ真似してもらって、それはちゃうやろってことはまあ、ノンクレームでお願いします。はい、ということでじゃあいろいろ紹介していくんで本日もよろしくお願いします。はい、僕目線になりました。じゃあ早速ギア紹介をいろいろしていきます。それから、まあ、今全体像はこんな感じです。カーキ、ベージュ、黒で、まとめてます。じゃあまず最初に紹介するのは、そうですね、まあ、テントからいきましょうかね。テント、こちらドロン、まあ、これは前の紹介動画でもあるんですけども、コールマンのツーリングドーム LX 2、3人用かな。はい、でまあこれなんですけども1年くらい使っててすごい使いやすいです。初心者にもすごい使いやすいです。ここのベンチレーションですか、通気口もあるんで、まあ夏も冬もほんまに1年ちょうど丸々使ったんで全然何も問題なく使えた、すごくいいテントです。で、じゃあこの椅子、まあ、これも色合わせて買ったんですけども、コールマンのヒーリングチェアというやつですね。まあ、包み込まれるハンモックのような座り心地の椅子です。まあ、これが僕の、まあ、テントですね。まあ、中は後で紹介していきます。じゃあ手前からいきます。これですね、クーラーボックス類。まずこっちが、ワークマンで最近買ったんですけども、真空ハイブリッドコンテナだったかな。まあ要は水筒型の、クーラーボックスです。まあ、中に氷とか冷やす冷凍物を入れてます。なかなか溶けないみたいなので、これは今日初おろしなんで、すごい楽しみです。で、この取っ手ロープで巻いてみました。なんかこういう風にカスタムしても、かっこいいんじゃないかと思ってやってます。で、こちら AO クーラーズの、クーラーボックスですね。これね、めちゃくちゃ冷えるんですよ。クーラーボックス、僕もともと釣り用の使ってたんですけども、めっちゃ入ってる。まあ、これ自体がね、まあ、ソフトクーラーなんですごい軽いし持ち運びも便利やし、でここの厚みがねすごい分厚いんですよ、他のソフトクーラーに比べて。だから、1泊2日やったら全然問題なく中鶏肉とかね、肉は凍った状態でキープできる素敵なクーラーボックスです。よし。で、まあ、この下に引いてるんが見えるかな、キャプテンスタッグのアルミロールテーブルです。まあ、地熱を防ぐためにこのロールテーブルの上にクーラーボックスを置いてます。で、こちら本日飲む予定のティーチャーズです。スモーキーな香りが素敵なウイスキーです。これはギアじゃないんですけど、はい。で、じゃあ順番に行きます。こちらが、ハイランダーのマイナーランタンといって、まあ、オイルランタンなんですけども、前回の動画でも紹介してるんですけど、ジブリのラピュタのパズーが使ってるランタン、ランプと同じ仕様のものです。まあ、すごい火が綺麗なんでお気に入りです。で、ランタンスタンドは Amazon でなんかおすすめに上がってたやつを使ってます。これもセリアのティッシュカバーみたいなやつです。で、じゃあこちら行きましょうか。焚き火台です。かっこいいですね。これは、ちょうど、まあ、ほんまに初め、キャンプ始めた時から使ってるやつで、ピコグリルタイプの、まあ、焚き火台ですね。ピコグリルではないんですけども。
結構使ってて汚くなってるんですけども、全然余裕やし、めちゃくちゃ軽いし、折りたたみしたらカバンにも入るし、すごい燃えやすいし、もう何もかも理にかなってる最高の焚き火台です。下は100均のスパッタシートを使ってます。はい、次行きます。こちら、ドドン、このかっこいいステッカーが貼ってるのは、アモカンというやつで、弾薬箱って別名言うんですけども、中に炭を入れてます。で、まあこれはなんでこれに入れてるかというと、弾薬箱っていうだけあって、もともとあの手榴弾とかを、ミニタリで入れたりするようなボックスなんですけども、ま、空気がなかなか入らない構造になってて、まあ、気密性が高いんで、湿気たらあかんもの、濡れたらあかんものはこの中に保存したらいいということで、これを使ってます。めっちゃかっこいいでしょ、まあ、自分のブランドのロゴもシールも貼ってめっちゃかっこいいです。でもちろんこのめちゃくちゃ丈夫な素材なんで、こけても大丈夫ですし、はい、すごい丈夫で頑丈ないい作りの箱です。はい、じゃあ続いていきます。ちょうど僕が、椅子に座って右手の位置にあるのがこれですね、これからいきます。これが岩谷のジュニアコンパクトバーナーですね。こちら、これ最近買ってまだちょっと使ってないんですけども、これの上にこの五徳、ちょっと重たいんですけども、この五徳をポンと乗せることによって上に乗したものが安定すると、この五徳おすすめです。んで、これですね、ロープで巻いた皮膚棒です。これもなんかちょっとカスタムしました。で、まあこの、右のサイドテーブルの上にはこういう調味料類とかこちら食器類というかシェラカップとかを入れたりします。ナイフは僕オピネの9番を使ってます。で、よし。で、このサイドテーブルにしてるのがIKEA のシューズラックなんですよ。これ前の動画でも説明したことあるんですけども、まあこれすごい便利なんで、これもキャンプの、初めから初期から使ってます。二段重ねもできます。で、これファイヤーライター、着火剤ですね。続きまして、こちら、これが今目の前に見えるのが焚き火テーブル、メッシュテーブルなんですけど、これめっちゃかっこいいでしょ。ちょうど座ったらこんな感じかな、わかるかな、この感じでこの距離感になります。で、まあ、あの下から火を出して五徳にもできるし、まあ、メッシュやからこう熱いものスキレットとかをドーンと置いても全然いけるという素敵なテーブルです。で、その上で今日はこのキャプテンスタッグかまどグリルで焼き鳥を後でやろうかなと思っております。で、こちらは今飲んでるんが金麦濃いめのひととき、今の時期しか売ってない美味しい金麦です。では、ある程度説明が終わったんで、まあテント周りとかテント中ですよね、説明します。このコールマンツーリングドームなんですけども、まあ、前室がもちろんあって、前室がまあ歩けないんで、これこのグランドシート、オレゴニアンキャンパーズのグランドシートを使ってます。これ M ハーフサイズって言って、ほんまにこのテントの前室用に作られたかのようなサイズ感です。めっちゃいいですよ。で、テントの中サクッと紹介します。よっ、来ましたよ、サクッと紹介しますね、下に引いてるのが DOD のワイドコットです。これ広くて、すごく値段も安かったし使いやすいです。で、その真ん中におるのが100均で買ったアルミシートですね。まあ、この時期寒いんで、こんなんで地熱を防いでます。で、その上こちらハイランダーの、ダウンシュラフ 800g ダウンが入った分厚いやつです。と、まあ、フリースの、毛布と、着替えですね、着替えにもなるし枕にもしようかなと思ってます。
まあ、テントの中はこんな感じです。で、あと1個ね、僕カバンの紹介したやつがあって、これです。セリアで買った、100均で買ったケースなんですけども、ちょっとちぎます。これ何かと言いますと、キャンプとかってどうしても怪我したり急用するなんか、まあ、腹痛だとかいろいろあると思うんですよね。それの時にじゃん、いろんな薬、まあ、僕アレルギー持ちなんで、アレルギーの薬とか、まあ、コンタクト、キャンプ飲みすぎるんで胃薬とか、バンドエイドとかいろいろ細かいもの入れてます。まあ、こういうのが1個あればすごい安心かなと思います。この100円で買えるんで、すごいおすすめのギアです。はい、1個ちょっと紹介忘れてたんで紹介します。これ今僕首からぶら下げているのがミニマライトってやつで、まあ、これ自体はランタン、ね、懐中電灯になったり長押ししたら、ランタンになったりで、色も変わったりします。で、これが、USB ポートがついてて、充電もできます。で、まあ、夜はこうやってぶら下げて、今僕つけたんですけども、ランタンでぶら下げて懐中電灯にしたりとか、まあ、光量もあるんで普通の、メインランタン、サブランタンにしてもいいと思います。はい、そんな感じで、僕の、2022年の冬キャンプ、キャンプ1年くらい初めて、のギア紹介でした。まあ、ここからギアも変わってくると思うんで、次は春か真冬かな、真冬か春かあたりにもしギアが変わってたら紹介したいと思います。はい、今回の動画は以上です。なんかまたこのギアが良かったとかおすすめがあればコメント欄に、書いてもらったり、してもらえたら嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ。